次に伊佐慎一君。伊佐君、おはようございます。公明党の伊佐慎一でございます。本日は私が今日質問させていただきたいのは、原子力のゴミの問題、高レベル放射性廃棄物を今後どうしていくかという質問させていただきたいんですが、その前に1点だけ、先ほど、宮下委員の方からも質問がありました。この新基準についてですが、その7月8日から施行されると伺っております。いよいよ審査が始まってまいるわけですが、この審査に当たる方々3チームの方々がおそらくこう連携をうまく取られて物事を進めていかれると思っております。これせっかくこの世界最高水準という形で作っていただいたわけですから、ぜひこのしっかりとこの基準が守られるように、しっかりと厳しく審査をしていただきたいと思っております。またもう一言申し上げますと、この審査を迅速に行っていただきたいと思っております。この規制委員会のこの審査が遅れることによって、そのツケが消費者の皆さんに回るようなことはあってはならないと思っております。つまり審査が遅れてしまうことによって、例えばこれが電気料金に転嫁されてしまうとか、そういうことはあってはいけないと思っております。そういった意味でもぜひこの安全基準についてはしっかりとこの安全性の機能、あるいは基準というものを緩めることなく、しかし同時にスピード感を持って対応していただきたいと思います。その決意について委員長にお伺いしたいと思います。田中俊一委員長。ご指摘のように今回の新基礎規制基準は大変これまでにない新しい要素が含まれておりますので、その審査はなかなか困難なところもございます。ただし、それにそういったことを踏まえまして、私ども可能な限りの能力を集中しまして、できるだけ速やかにその審査をして進めてまいりたいと思っています。具体的には先ほど申し上げましたように、今80名という人員を投入するということでございますけれども、さらにその周りにできるだけ専門知識を持った方々のご協力、例えばジェネスにもそういった方、その他にもございますので、そういったことを方々も十分に活用して、事業者からの申請については可能な限り速やかに対応してまいりたいと思っているところでございます。以上。伊佐君。ありがとうございます。この安全性をしっかりと守るということと、そしてまた迅速性が要求される非常に困難な仕事であると思います。ぜひ、ご努力いただければと思っております。で、さて我々がこの原子力と向き合うときに、私は大きな問題は2つだと思っています。そのうちの1つが安全性です。この安全性についてはこの新安全基準、新規制基準がまさしくそれに当たるわけですが、この最善の努力を積み重ねながら、このできるだけこの安全性を高みに引き上げていくと、合理的な方法で高みに引き上げていくということが重要であろうと思います。これ原子力に限らずに、そもそも科学技術というものは功と財があって、その財の部分、つまりリスクの部分をいかにこのコントロールするか、いかにマネジメントをしていくかということが重要であろうと。そしてまた万一何か事故が起こった場合には、その被害を最小のものとして食い止めていくと、こういう体制がきちっと取れるかどうかと。そしてこれがこの新安全基準であると私は思っております。で、もう一点の大きな問題、これがおそらく最大の問題になるであろうと思いますのが、冒頭申し上げましたゴミの問題です。この放射性廃棄物をどうするかということについて、世界中今どの国もこの結論を出せないでいるという、まさしく人類が直面している課題であると思います。これがまさしくこの原子力というのはトイレがないマンションと言われている一つの原因であろうと思いますが、まずお伺いしたいのは、この現在我が国のこの原子力発電所において、これまで作られた使用済み核燃料について、その国内での今の蓄積状況についてお伺いしたいと思います。資源エネルギー庁、加須谷電力ガス事業部長。国内では放射性廃棄物今17,000トンございます。2013年3月末時点のウラン重量換算の、量でございます。このうち約14,000トンが全国の発電所のサイト内に、ございます。また約2,900トン、これは青森県の6カ所の再処理工場に貯蔵されております。伊佐君。ありがとうございます。今1万7000トンと
ということで、そのうちの3000トンがその再処理工場ですが、再処理工場はそもそも3000トンがキャパシティですので、もういっぱいいっぱいになっているという状況です。で、原子力発電所内に据え置かれている部分も1万4000トンで、これキャパが2万トンですから、相場おそらく超えてしまうだろうと。今陸奥、青森県の陸奥には中間貯蔵施設というものを作っておりますが、これもキャパシティは5000トンですので、結局、再稼働がこれからもし始まっていくとすれば、おそらく10年経つといっぱいいっぱいになってしまうと、こういう状況です。じゃあ、この高レベル放射性廃棄物をどう処分していくかということで、本日はこの再処理技術も含めて、どういった技術の可能性があるかと、またそれぞれ事実関係、ここでそのこうすべきだという是非を議論するわけではなくて、事実関係について少し一つずつ確認をしていきたいと思います。まず再処理施設、再処理の、技術ですが、この再処理の技術というのは、ご案内のとおり、このできた使用済み燃料からウランとプルトニウムを抽出すると。で、ウランとプルトニウムを抽出したものをもう一回、これを MOX 燃料として使いましょうと、いわゆるリサイクルなわけです。で、このリサイクルによって、ゴミを減用することができる、減らすことができると言われています。で、特に言われていますのが、その直接処分、そのまま埋めてしまうのに比べて、再処理によると再処理をすると4分の1になりますよと、あるいは高速炉を使えば7分の1になりますよと言われておりますが、この意味について解説いただければと思います。粕谷電力ガス事業部長。まず再処理でございますけれども、これは使用済み燃料から、軽水炉で利用できる、ウラン、それからプルトニウムやウラン等を取り出して、軽水炉で有効利用するということでございます。それによって、使用済み燃料に、の中からプルトニウム、ウランを取り出すことによって、最終的に処分をしなければいけない高レベル廃棄物の量を減らすことができるということであります。具体的には、日本原子力研究開発機構の試算によりますと、直接処分の場合には使用済み燃料1トンあたり約5リューベイの、高レベル放射性廃棄物が発生するのに対しまして、再処理を行った場合にはその体積は約 1.1 リューベイということでありまして、直接処分の場合と比べて4分の1以下に減用をすることになります。ただ TRU 廃棄物というのがこれと別に生じますけれども、地層処分相当のものは約4分の1になるというものでございます。それから、高速炉ができますと、これは高速炉の中で、高速炉の熱効率が42から 43% で、現行の軽水炉34から 35% よりも高いわけでありますので、発電電力量あたりの高レベル放射性廃棄物が少なくなるのに加えて、あと絶対量といたしましても、これまで高レベル放射性廃棄物として処分しなければならない、マイナーアクシニドという物質、これはアメリシウムとかネプツニウムといった元素でありますけれども、これについても燃料として利用することができるということでありまして、これによって発電電力量あたりの体積が直接処分の場合と比べて約7分の1に減用するということでございます。以上、伊佐伸一君。ありがとうございます。先ほどおっしゃっていただいたとおり、これ発電する単位量あたりの発電において出るゴミが1から4分の1になるという意味ですね。つまり、もともとあるゴミが減っていくということでは当然ないわけです。発電をするにあたって1回そのまま捨てると1が出てきますよと。で、ところがこれを再処理の段階でウランとプルトニウムを取ります。これは再利用するわけですが、そこでどうしても使えなくなってしまったゴミ、これをガラス固化体として捨てるわけです。このガラス固化体が1と比べれば4分の1ですという意味であって、で、この再利用のしたものを MOX 燃料をもう一回使うと当然また1が出てくるわけですから、というような話。つまり、ゴミが減っていくわけじゃなくって、ゴミの出る速度が遅くなりますよということだろうと思います。で、さらに申し上げると、今のこの6カ所の再処理施設というのは、これは1回だけ再処理をするという想定で作っているわけです。つまり、1回出たゴミを、これを再処理をしてガラス固化体で4分の1吐き出して、で、これをもう1回再燃料として使うと。それを燃やした MOX 燃料をもう1回リサイクルできるかといえば、実は6カ所はその想定になっていないわけです。そうすると、それは捨てざるを、今の状況であるとそのまま捨てざるを得ない。結局は1と4分の1が合わせて出てくるという状況だろうと思います。だから大事なことは、
このプルサーマル、つまりこの再利用をもう一回できる、出てきたモックス燃料をさらにもう一回再処理をして、また燃料として使える、また出てきたゴミをまた使える、こういう施設がないと、結局4分の1というのは成立しない数字なんです。だからこそやるとすれば、もう一つ再処理工場をしっかりと作って、徹底的にプルサーマルをやるか、あるいはもう最初から直接処分をするかと、このどっちかであろうと思います。で、同じ観点からもう一つ質問させていただくと、再処理による有害度の減衰というものです。これよく再処理をすると、政府の方おっしゃるのは有害度が10万年から8000年に減衰されますよと言われます。この意味について簡単に解説願います。内閣府中野大臣官房審議官。高レベル放射性廃棄物の有害度を示す指標でございますけれども、まず含まれますすべての放射性物質ごとに定められた年間摂取限度の何倍に相当するかという数値を出しまして、それらをすべて足し上げた数値が有害度となっております。ですからこの有害度は一般的に時間とともに減衰いたします。使用済みウラン燃料を直接処分する場合と再処理した場合について廃棄物の有害度を比較いたしますと、再処理により半減期の長いウランやプルトニウムが抽出され取り除かれることになりますので、再処理した場合の方がより早く有害度が減衰するということになります。具体的な例といたしまして、廃棄物の有害度が天然ウランと同じレベルまで減衰する時間を計算いたしますと、直接処分の場合は約10万年、再処理を行った場合は約8000年になるということでございます。伊佐伸一君。ありがとうございます。おっしゃっていただいた通りでして、この出てきたゴミを、その8000年というのは、もともとこれ、ウラン、プルトニウムは10万年ですから、この10万年分は再利用するこのプルサーマルの輪に閉じ込めると。で、この10万年と8000年を分けて、この8000年の部分はゴミになるわけですから、だから有害度が減衰されましたという理屈であろうと思います。つまり、この前提条件として、10万年のこのウラン・プルトニウムは、ずっとこのプルサーマルの輪に閉じ込めることができるという前提で、この8000年という数字があるんであろうと思っております。そういう意味では先ほど申し上げたとおり、これ再処理を1回だけをして、つまり今6カ所の再処理工場で1回だけ再処理をして、そのまま終わってしまうと結局は有害度は減衰しないということになると思います。そういった意味では、この先ほど申し上げたとおり、プルサーマルを徹底してやるか、あるいは再処理というものはもう最初からしないということが、この有害度からの観点から言えるんじゃないかと思います。で、さらに申し上げても、今度は違う再処理技術とは違う技術についてお話をさせていただきたい、質問させていただきたいと思います。加速器駆動核変換システム、いわゆる ADS と言われるシステム。これは何かと言いますと、今あるこの核廃棄物、ここに中性子をぶつけます。中性子をぶつけることによって、この中にあるこの半減期の長い、いわゆる長寿命の核種、ここを変換してしまうと。で、10万年かかるものを数百年ぐらいの半減期の短いものに変換してしまうという技術です。で、その過程でエネルギーも発生しますので、これもまた電力で使えるんじゃないか。つまりゴミも減ってエネルギーも作ることができるという技術ですが、この ADS について今、その技術的要素については様々なところで基礎研究を行われているところだと思いますが、この実現可能性を含めた評価についてお伺いしたいと思います。中野大臣官房審議官。高レベル放射性廃棄物の処分にあたりまして、半減期が長く管理の難しい放射性物質を半減期の短い放射性物質に変換する核変換技術の実用化が可能であれば、また意義があるものと認識しております。加速器を用いました核変換技術の研究開発におきましても、安全の確保が大前提ということは言うまでもございませんが、本技術につきましては、2009年4月に原子力委員会が取りまとめた報告書におきまして、高速増殖炉サイクルによる技術が所定の性能目標を満足することができないと判断されたときには、開発対象として採用が検討される可能性があるとしております。一方、技術的な課題も多いため、
おおむね5年ごとに基礎データの充足や研究の進展等についての状況を評価することが適当とされております。加速器を用いました核変換技術についての改めての技術的な観点での評価などの対応を関係省庁との協力のもとで検討してまいりたいと考えております。以上。伊佐君、ありがとうございます。5年ごとと申しおっしゃっていただきましたので、おそらく来年またこの技術について再評価されることになろうと思いますが、今のそのご答弁いただいたとおり、これセカンドベストというか2番目の手として考えられている技術なわけなんです。でただこれポイントがありまして、この最処理、この技術というのは実は再処理技術と同じなんです。なぜかというと、この再処理で、再処理によってこのそもそも出てきたゴミからウランとプルトニウムというものは除外して、10万年は除外してしまうと。で残り8000年の有害度のあるこのガラス固化体が出てくるわけですが、この ADS の技術というのはこの8000年のゴミの中にある長寿命の核種、そのマイナーアクチノイド、さっき言っていただいたマイナーアクチノイド、マイナーアクチニドに対するこの中性子をどんどんぶつけていって、そこでこれをエネルギーを生んでこれを消滅させてしまおうと。つまり8000年のゴミのものが300年数百年ぐらいに減りますよというのがこの ADS の技術です。つまりこの前提条件としてウランとプルトニウムについて10万年のについてはこのプルサーマルの中に閉じ込められてますよというのが、これもまた前提なんです。これができないと別に10万年が残ってしまう、いつかこのプルサーマルの輪を切った、再処理をやめた瞬間にこの10万年がゴミとして出てきてしまうわけです。そういう意味では ADS も実は同じ前提のもとに立っているということを申し上げたいと思います。で時間もなくなってまいりましたので、最後このもう一つの技術についてですが、これがトリウム溶融塩炉と言われるものです。これは何かというと、先ほど申し上げたウランとプルサーマルのこの輪の中からプルサーマルを消し去ってしまう、プルトニウムを消し去ってしまおうという技術です。でこれもし残りがプルサーマルがなくなってウランだけになりますと、まあ、ウランは当然自然界に存在するものですから濃縮度の違いはあるにしても扱いがだいぶ違ってくるということになります。でこのトリウム溶融塩炉というものは溶融塩というだけあって、実はこれ燃料が液体です。で燃料が液体でトリウムを使うんですが、トリウムっていうのはその実はレアアースを取った時の副産物で今どんどん溜まっていってます。今これ放射性同位元素、放射性物質ですから扱いに困ってます。これが使えるということになります。でこれ液体と申し上げました。そもそも液体ですからメルトダウンがないわけです。もともと溶けた状態の液体で炉が設計をされております。でこの炉も例えば圧力容器の中ですと、今の軽水炉沸騰水型だと大体70気圧と言われています。で加圧水型だと150気圧ところが、このトリウム溶融塩炉というのは1気圧です。つまり常圧と一緒なんです。こういうような技術があると。でこの燃料交換も、そもそもその軽水炉がなぜ燃料交換をしなければいけないかと言いますと、それはこの燃料を覆っている被覆管、ここのところがこの放射線中性子がどんどん当たることによって劣化していく、ボロボロになっていく。だから30年で交換と言われているわけです。ところがこれは液体ですから、そのままどん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 と、もうひたすら燃やし続けることができる。プルトニウムがなくなるまで燃やし続けることができるという技術です。でこの実はトリウム溶融塩炉は先月の5月の9日に原子力委員会においてヒアリングを行っております。でこのヒアリングを行った原子力委員会、この原子炉溶融塩炉に対する評価についてお伺いしたいと思います。中野大臣官房審議官。原子力委員会におきましては、トリウム溶融塩炉を含めたトリウム利用につきましては実用化に向けた研究開発段階のものと認識しております。現在各研究機関、大学機関において研究開発が進められているところでございます。お話ありましたとおり、5月9日の原子力委員会定例会におきまして、トリウム溶融塩国際フォーラムから開発の状況について説明を受けておりまして、原子力委員会としては今後とも引き続き実用化に向けました研究開発の進捗状況を注視してまいりたいと考えているところでございます。伊佐君、ありがとうございました。このトリウム溶融塩炉というのは実は1950年代から研究が始まっておりまして、
で、1965年にアメリカで最初の実験炉が完成して、4年間にわたって稼働してまいりました。で、その後もさまざまな経緯があって、今日は時間がないので申し上げませんが、今の軽水炉の形というものを世界が追求するということになりました。もう一つのオプションとして、実は昔検討されてた原子炉でありました。で、まあ、さまざま今日技術について質問させていただきましたが、この何を申し上げたかったかといいますと、今この原発のゴミの問題、再処理の問題も含めてさまざまな技術を紹介させていただきましたが、このいずれにしてもこれまで日本が蓄積してきたこの核物理学の知見であったりとか、あるいは技術であったりとか、あるいは人材であったりとかと、こうしたものをたとえ日本がどの方向に舵を切ったとしても無駄にしちゃいけないということなんです。これまでノーベル賞についても日本が多くのノーベル賞受賞者を生み出してきたのは核物理学の分野でした。湯川秀樹先生に始まって核物理学の分野で日本は最先端を走ってきて、これまで技術の蓄積を行ってきました。だからもしこの技術の蓄積を、あるいは人材を、こうしたものを無駄にせずに人類が直面しているこういった課題に活用することができれば、貢献することができれば、非常に大きな意味があるだろうと思います。今のこの人材蓄積が単に除染とか、あるいは廃炉だけに焦点を当てて活用されるんじゃなくて、もっと広い観点から日本のこの原子力人材というものを活用していくべきだと思っております。まあ、そうした意味で我々政策に携わる者、あるいは技術者の方々にもぜひご協力をいただきながら、日本の未来というものを切り開いてまいりたいと思っております。以上で質問を終わります。ありがとうございました。